南海トラフが起こる可能性どれくらいだと思いますか。僕の体感は上がりました。結局その石川とかでこんなにでかい地震があるよねってやっぱり予想はしてなかったわけじゃないですか。で、南海トラフに関してはいつか地震起きるよねっていうのはみんな分かっている状態で、あとはいつ起きるかという話なんですよ。で、それがまあ僕今47なんですけど、まあ50年以内に起きなければまあ僕死んでるのでなかったよねなんですけど、30、40年以内には結構起きるんじゃないかな。確かね、30年以内に起きる確率が 60% とかなんかそれぐらいだったっけ。なので、多分その今30代の人とかだと逃げ切るのは難しいんじゃないかなと思います。なので逃げ切れるかどうかですね。なので、まあ、その逃げ切れる可能性はあるんですけど、まあ、逃げ切れない可能性もあるっていう。早まっ、だから多分ね、ちょっと早まってる確率、あ、80% なの今。35年に逃げ切りたい。はい。すごい人数ですな。今 13,572 人いるので、26万円の寄付をする感じです。20年前から30年以内に言ってたね。まあね、石油とかもなんか20年前から石油なくなるって言ってたよね。なので、まあ、確率はバカ上がりしてるんじゃないかなと。今何 70、80% の結構上がってるんですね。なので、まあ、そう、20年以内にはちょっと来るんじゃないかなと思ってるので、なので、東京とかでもその液状化しそうな地域の不動産というのは買わない方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。なので、近所に、神社とかがある地域っていうのは、割と昔からある地域なので、地震が来ても大丈夫なんですけど、近所に、神社とかお寺とかがない地域っていうのは、埋め立てでできてたりするので、なので、そういう地域だと、いきなり液状化してしまって、その不動産価値下がるっていう可能性があるんですよね。どういうところかっていうと、フジテレビがあるところ。僕、年末、フジテレビにいたんですけど、僕、普通に生活していた大晦日って、必ず鐘の音聞いてたんですよ。まあ、僕が住んでいた大都会、東京都北区赤羽とかにも、まあ僕の近所だった諏訪神社っていうのがあったりとか、やっぱりその、東京で普通に生活してると、神社とかお寺の鐘の音っていうのが大晦日に聞こえるんですよ。でも、フジテレビがある湾岸地域お台場って、もともと埋め立て地なので、神社とかお寺がないので、大晦日になっても鐘の音一切しないんですよ。っていうところは、昔は海の下だったところなので、大地震とか来ると液状化してしまって、そこの不動産価値っていうのはだいぶ下がる可能性があるので、お気をつけください。はい。まあ、とはいえ、30年以内で、だから、起きる確率は 80% なので、まあ、20% にかけるとか、逃げ切るっていうのであれば、まあ、逃げ切れるんじゃないかなと思いますけど。そうだ、東京の東側はね、結構埋め立て多いんでね、気をつけた方がいいっすよ。なので、賃貸で住むのは全然いいですけど、不動産買うのはどうなのかなと思います。構造計算をやっていて、国の委員会とかに入ってる、大学の名誉教授の人が、どういう家が良くないかっていうのを、すごいこう、理論的に説明する人で、その耐震基準っていうのが法律上あるんだけど、それは日本中すべて同じ基準になってるんだけど、安全かどうかって、地盤がゆるゆるのところもあれば、地盤がめっちゃ硬いところもあるんですよ。なので、地盤が硬いところだったら、その耐震基準で OK かもしれないけど、地盤がゆるゆるだったら、それは揺れ方も全然違うから、本当に安全なのか分かんなくねみたいなことを割と、その理論的に言う人なんですよね。じゃあ、その、駅地下どうなのみたいなので、もともと駅というのは人が集まって、用地が作れるところなので、その人が住んでないところなので、谷だったり盆地だったりっていうところに駅は作られがちなので、なので地盤が緩いよね、みたいな話をしてて、渋谷ってもともと渋い谷って書いて谷なんですよ。なんであそこってね、雨がすごい入りやすい構造なんですよ。なので、その結果としてその駅が作れるぐらい土地が余ってたんですよね。っていうのがあって、その割とそのな谷になってるところに駅が作られたり、その線路が作られたりって多いので、なのでその駅地下っていうのは実はその地震には弱い建物が多いよね、みたいなのを割とその理論的に言ってくれる先生なんですよね。なんでああいう先生だと話聞いてるだけで超面白いみたいな。なので東京都内で行くと、その昔から神社があるようなところとか、丘になってるところとかの方が、実はそれなりにその地盤が硬かったりするので、そういうところで買った方が、その地震があった時にはいいんじゃないかなっていうので、で、じゃあその耐震基準っていうのをどうするかっていうので、その家全体を耐震基準で作る必要なくて、お金がないんだったら、別に寝室だけめちゃめちゃ丈夫にすればいいんじゃねっていうことを言ってて、要するにその、起きてる時に地震があったら、やばいところからは移動すればいいですよ。でも、寝てる時に地震が起きたら、その、すぐには起きて移動できないので、なので、寝室だけめちゃめちゃ頑丈に作るけど、他の部屋はぶっ壊れるっていう構造にしたとしても、別に死にはしないよね。
なので、そのお金がなくて、そのなんか、じゃあ、その全体のその耐震設計できないんだれば、寝室だけを丈夫にするとか、であと、その高齢者の方とかで、あの、一軒家で住んでる人で、もう、あの、1階の方でもう生活してて、2階なんてほとんど上がんないよねって人であれば、もう2階潰しちゃって、上を軽くした場合に地震があったとしても家が潰れる可能性が少ないので、なのでもう2階をなくしちゃって平屋にしちゃうとかっていう、その減築ってやり方もあるよね、みたいな、そういうなんかあの、要は理論的にはこうやった方がいいよね、みたいなのを割とこう言ってる先生で、で、ユーモアもあって、先生どういった家に住んでるんですかみたいな質問に対して、あの、私の家はめちゃくちゃ強いですって言ってて、説得力あるみたいな。ちょっと面白いんで、あの、興味がある人はあの、その動画見てみてください。まあ、減築もお金かかるんですけどね、はい。で、まあ結局その人が多いところは土地も高くなって、で、その地盤も緩いところに家を建てなきゃいけなくなってしまうので、本当にその、まあ仕事で仕方なく東京に住むんだったら、東京ではしょうがないと思うんですけど、ただ、東京に住まなくていいんだったら、東京に住まない方がいいんじゃないかなというのを、遠回しにその先生も言っていて、まあまさにそうだなと。湾岸ってまあ埋め立て地じゃないですか。で、あの昔建てられた湾岸のタワマンは湾岸の中でも地盤が硬い部分に作ってるんですけど、最近作られたあの豊洲周りとかの湾岸のアパートはあのもう後から作られてるので地盤ゆるゆるなところでタワマンを作ってる可能性が高いんですよね。もちろん調べてない、あの調べてる場合もあると思うんですけど、採算度外視してるその建物であれば、地面の共振と建物の共振の、あの周波数がずれるように作ってるんですけど、そこの周波数のずれとか考えないで、とりあえず建てちゃえっていうところだと、地震があるとめちゃくちゃ揺れるっていうのがあるんですよ、みたいなので、へえ、そうなんだと思ってたら、ちょうどね、昨日かなんかにね、確か昨日書いたんだと思うんですけど、たまたま僕が昨日見たんですけど、某インフルエンサーの、あの、田畑慎太郎さんが自分の住んでる湾岸のあの、そのタワマンのマンションの売りますっていうのを書いてて、そういうのを買って今売り逃げしようとしてるのねっていう。なんであの、タワマンあの、売り逃げする人は全然いいと思うんですよ。あの、一生住む気のない人はね、ショッピングモール直結だから便利だよって話だったんですけど、だからまあ、結局あの、売り逃げ物件であって、その一生住むような物件じゃないよねっていう気がするので、なので、あの、まあ、たまに買いたい人は買えばいいと思うんですけど、あの、ババ抜きになると思うので、あの、気をつけてくださいって。まあ、今ならまだ、売り逃げ全然できるんじゃないですかね。まったり不動産っていう番組を、その、日経テレ東大学の P だった、パンダだった人が、あの、リハックっていう番組でクマになって、で、ゆっくり不動産、ゆったり不動産は、イカさんというキャラクターでやってる、まあ、同じ人がやってるんですけど、AKB の番組で一緒にやってた、大森さんと僕が MC でやってるんですけど、あと3話後ぐらいに、割とあの、古めのアパートが結構出てくるんですよ。あの、地区めちゃめちゃ行ってるんですけど、ただ、あの、実はその、コンクリートで地区めちゃめちゃ行ってるというのが、本当に価値がないのかっていうと、どうなんだろうっていう話をしてるんですよね。木造建築で1000年以上残ってるやつっていうのが京都とかにあるじゃないですか。なので木造すごいよね、なんですけど、コンクリートっていうのがあの新しいものなので、大体日本で最古のものでも60年、70年ぐらいしかないので、実際何年残るかわからんって言われてるんですけど、ローマの建物ってコンクリート作りなんですけど、あの1000年以上持ってるんですよね。ローマのコンクリートっていうのが、火星ソーダと、なんかレモンだ、なんだっけな。なんかね、入れないよねっていうものと石灰をわざと混ぜてるんですよ。科学者のこうやって作れって言われた材料通り、今現場の労働者はそのコンクリートの配合とか全然わかんないから言われるがままにその配合でコンクリートを作って、もちろん鉄筋とかないですよ、あのローマ時代なんで、コンクリート建てるんですけど、なぜか未だに残ってるんですよ。ひび割れしないんですよ。あれこれなんでひび割れしないの、そもそもおかしくねっていうので、要は日に当たります、で雨にも当たります、でなのであのどう考えてもだんだんひびが入って壊れるはずじゃん、もう1000年経ってるし、でもなんで壊れないんだろうっていうので、最近調べたらあの自動修復機能がついてるんですよ、ローマ時代のコンクリートに。コンクリートの内部に水が入ると石灰が熱を出すことによって溶け出して、周りのコンクリートが一回その、あの、ひびが入って離れたものが水と熱で溶けてくっつくんですよ。
なのでそのひびが入ったところに雨が降って水が入るとそのひびがくっつくという構造がそもそも配合の中に含まれているんですよっていうのがあって1000年以上残ってるんだっていうのが最近ようやく分かったみたいなのがあって、もともとなんで残ってたんだろうって、でその普通こんな火星ソーダとか入れなくねとかっていうので、なんでこれ入れてんだろうっていうのが、きちんとした材料が手に入らないんだろうとか、なんか現場にあったものを適当に混ぜたからこうなっちゃったんだろうっていうので、あんま深く考えてなかったんですよ。で最近そのなんかいろんなあのなんかイタリアの大学の先生とか調べたら、これ意味あるんじゃね実際と思って、そもそも論その1000年コンクリート残ってんのおかしくねっていうので調べてみたら、実はそのコンクリートは自動修復機能があったっていうのがあって、昔の人の方が賢いよねっていうものがたまにあるんですよね。東日本大震災から約10年ですが、あの時どこにいてどう思いましたか？家にいて揺れた瞬間に風呂の水を出して、あとあの食器棚のドアを押さえに行きましたね。その時あのうちの彼女が転んでいるのを見てゲラゲラ笑ってた覚えがしますね。風呂の水を出す理由が、まあ、あのどっかで断水してしまうと水が手に入らなくなるんですよね。要はそのコンビニとかスーパーとかってその水買えなくなるみたいな音じゃあったと思うんですけど、いつに断水になるのかわからないので、とりあえずあの水は確保するっていうのと、あとあの玄関のドア開けましたね。最近はそんなにないんですけど、その強い地震が起こった場合って、あの玄関のドアがその歪んじゃってドア開かなくなるっていうことがあるんですよ。なのであの地震が起きた時はとりあえずドア開けるっていうのをなんか無意識にやるようにしていたりします。カーテンないんですよねこれすいません、これで暗くなるかな、はい、後光が差してる感じになりましたけど、僕次の日にテキサス州に行ったんですよね。3月11日に地震があって、3月11日の夜に出発する飛行機の便がちょうどあって、それであのテキサス州に行きました、はい、そしたらあのテキサスに日本から来たよって言ったら大丈夫なのっていろいろ聞かれるみたいな。4月4日に大地震が来るという予言をみんな信じてる。ほう地震の予言っていつか必ず当たるんですよ。南海トラフってあの20年以内にまあ大体あの 80% ぐらい来ると言われてるので、なのであの来月起きるよとか再来月起きるよってずっと言い続けると必ず当たるんですよね。なのであの今もしそのツイッターであのバズりたいんだとしたら、こう7月4日に地震起きるよ、7月5日に地震起きるよとか、1日ごとに地震起きるよっていうのをとりあえず書いておいてください。バーって書いておいてください。あのまだ誰もフォローしてないし、誰にもフォローされてないアカウントで、とりあえずその1年分365日分やっといて、本当に地震があった日に残りの364日分を全部消してください。そうすると例えばじゃあのなんか8月15日に地震があったとしたら、8月15日に地震あるよっていう書いてるのだけが一件だけポコって残るから、おこの人一発で当ててるよすげーっていうのをまた別のアカウントでツイッターにばらまくと、あすごいすごいみたいな感じでこうあのリツイートがどんどん広まったりするので、そんな感じでやってください。でキャッシュ残るしって書いてあるんですけど、あのフォロワーがほぼいないアカウントは Google もキャッシュ取りに来ないのでバレません。なのであのそういう感じで人を騙すときはとりあえずいっぱい書いておいて、外れたやつを消すってやるとできるので、で地震の予想って大体そうなんですよ。いろんな人がなんか怒り怒るよって言ってると、それは誰かが当たるだろうって話で。南海トラフ地震、首都直下型地震、富士山大噴火が来たら日本終わりますよね。この国2100年まで持つの？別に地震ぐらいならなんとかなんじゃない？だって関東、東日本も大丈夫だったし、関西の阪神も大丈夫だったし、なのであの国としてどうこうっていうのは地震の問題じゃないと思います、はい、最近人工地震とか